はい、こちらブラックマジックデザインのブースへ来ております。今回のブラックマジックはですね、どうも 8K 推しということらしく、 8K の商品がものすごくたくさん出てるんですよね。でここのコーナーはちょうどその 8K の製品が一度に見られるということでやってまいりました。ちょっとお話を伺ってみましょう。ブラックマジックデザインの岡野さんです。よろしくお願いします。はい、まあ、ちょっと気になってるのがですね、このデッキ感がなんかすごいことになってるんですけど、これはどういう商品なんでしょうか。こちらは、ハイパーデックエクストリーム 4K HDR という製品で、実は2つに分かれてまして、左が本体、まあ、レコーダー部分ですね。で右が、コントローラーになります。で面白いのが左と右で全然、なんていうか、デザインが違ってきて、こちらはモダンなんですね。でこちらはもう全部タッチスクリーンになってますので、まあ、非常に簡単にコントロールができると。でこちらは、まあ、どちらかというとオールドユーザーにすごい受けがいいというようなスクリーンになってまして、まあ、こういったコントロール系であるとか、あとはシャトルとジョグですね、これがまあ非常に操作感よくできてますので、従来のデッキと同じような感じで使っていただくことができます。ここは上にこう8つのこうボタンがあるんですけど、これはどういうことなんでしょうか。これはですね、実は後ろに、RS422 の9ピンが8つついてまして、好きなデッキに接続ができます。で接続対象としては、まあ、こういったハイパーデック以外にも、まあ、HD カムとかベータカムとかそういったものをつないで、例えばインサート編集をしたりとか、まあ、テープ編集をしたりとかっていうことができるようになってます。なるほど、だからこうイジェクトボタンがあるんですね。ハイパーデックで使うときにはイジェクトボタン必要ないんですけれども、テープデッキを使うときにはイジェクトを押していただくと、そこからイジェクトされるという感じになります。はい、こちら記録メディアとしてはこれも新しい C-FAST を使うことになったんですね。こちらは C-FAST カードを使っておりまして、このような、C-FAST カードですね、これで収録ができるようになっております。ただ実はこれだけではなくて、後ろに USB がついてまして、そこからつないでいただくと、別製品でマルチドック 10G というのが出てるんですけども、4つの SSD をレイドして、そこに 8K を収録することができます。まあ、H265 だとこれで収録できるんですけれども、プロレスだとやっぱりこれだとテストレートが足りないので、まあ、USB をつないで、収録をしてもらうという感じになります。あと後ろにキャッシュ機能もついてまして、 M.2 の SSD をつないでいただくことで、そこに、まあ、バックアップレコーディングをすることもできるようになってます。それってこのデッキの下の方になんかこう、ね、自分で埋め込むんですか。あれはオプションで、うちから販売してるんではなくて、うちの推奨している M.2 の、まあ、おそらくサムスンさんとかだと思いますけど、それをつないでいただくと、まあ、キャッシュ機能が使えるということになってます。はい、ちょっと気になってるのはこの上のものすごいスイッチがいっぱいこう、はい、ヤツメウナギみたいになってるやつがあるんですけど、これは何でしょう。こちらは ATEM コンステレーション 8K という製品で、8K のスイッチャーになります。で、まあ、40のボタンがあるので分かる通り40入力ありまして、出力も24出力あります。で通常 4K とか HD で使う場合には 4ME なんですけれども、 8K で使うときには1ME として使うことができるようになってます。つまり、まあ、クワッドでまとめるんでいろんなリソースは4分の1になるけれども、まあ、8K でやれるということなんですね。はい、やれます。なので、まあ、8K でテロップを乗っけたり、トランジションをかけたりとか、クロマキーしたり、あとはピクチャーインピクチャーも最大で5つまで 8K で乗っけられます。その 8K のスイッチャーがもうこの 2U のサイズってすごいですね。そうですね、ちっちゃく見えるんですけど、すごいパワフルな、スイッチャーだと思います。はい、はい、こちらはダビンチレゾルブ16のブースなんですけれども、先ほどブラックマジックデザインのプレスカンファレンスが終わったところなんです。それでその説明がですね、まあ、時間のほぼ半分ぐらいを使ってダビンチレゾルブの新しい機能をご紹介いただいたわけですけれども、今回この16新しい機能が随分追加されてますよね。これね、そうですね、数としてもたくさん、追加をされているんですけれども、ただ今回のメインというのは実は他のところにありまして、新しいページですね。はい、ちょっとそのページをご紹介いただけますか。はい、今まではですね、まあ、メディアエディットカラーみたいな感じであったんですけれども、そこに新しくカットというページが追加されました。でこれは何をやるものかというと、まあ、時間の限られている中でいかに効率をよく編集するか、いかに効率よくカット編集をするかというところで、作られた全く新しいページとなります。これいわゆる
ダヴィンチリゾルブってこうカラーグレーディングのソフトなのに、はい、なんか編集に向かってものすごい機能強化してきましたよね。そうですね。で今までの目標は、まあ、他のノンリニア編集と同じレベル、もしくはそれを超えるレベルの、まあ、編集ソフトとするということで、一応まあもうすでに、ほぼ出来上がっているんですね。ただ、まあ、うちの考え方としてあまりにまあ機能的には充実してるんですけども、使いにくい場合もあるんじゃないかと。特にすごい短い時間でカット編をしないといけないときですね。例えば今の代用あのダヴィンチですと、ここからメディアページに行って素材を持ち込んで、エディットページに行って、まあ、素材をタイムラインに入れて、でここでインテンアウテンを打って、であとここで例えばトリムをしたいときはズームをして、全体見たときには拡大をしてという感じで、どん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 、まあ、時間をかかる要素が増えてきたわけですね。でそこをなんとか改善したいということでできたのがこのカットページなので、とにかくもう時間がない中でクオリティの高いものを作りたいというときに便利な機能だと思います。それでちょっと気になるのがここのキーボード、はい、なんかあの我々にとっては非常に懐かしいタイプのキーボードがあるんですけど、これは新製品なわけですか？そうですね。こちらはもう完全に新製品となりまして、ダヴィンチリゾルブエディターキーボードというものになります。で、まあ、真ん中には通常のキーボードがあるんですけれども、それに加えて、まあ、シャトルですね、ジョグシャトルがあって、こちらにはインテンアウテンを打ったりとかトランジションをつけたりトリムをしたりという機能がついています。ですので、まあ、非常に簡単に、ここで例えばシャトルをして上げたりですとか、ジョグをしてここで欲しいところを探してあげたりとか、そういうことができるわけですね、はい。これあのリニアでやってたそのスピード感みたいなものが、まあ、ノンリニアでも本当にできるという形になったわけですね、これでね。そうですね。で先ほど CEO のグラントも言ってましたけれども、今回の、まあ、やりたいことというのは、今までリニア時代があってノンリニア時代があったんですけども、このカットページというのはそれをうまく融合したいというところなんですね。なので、リニアの簡単さとノンリニアの、まあ、高機能、これを一緒に集めて、できたのがこのカット機能だと、カットページ、そして、まあ、このキーボードだと思っていただければと思います。なるほど、はい。これ発売はいつぐらいになりそうですか？こちらがですね、現在7月8月あたりを予定しておりまして、日本円で11万3800円というお値段になっております。これはもうエディターにはもう楽しみな商品になりますね。ぜひみんな買いましょう。